っていきまーす。意外とうまそうでしょ。あ、やばいよ。もう、サシさんはもう、殺意も高いし。うん。最強だし。もう、バッチバチやね、多分。うん。あ、そうだ。父ちゃんに謝らないことがいい。何？ことがあって。アイテム整理してたんだけど。うん。多分、トロちゃんの携帯をスクラップにしちゃった。ごめん。マジで。なんか、後々なんか、思いの詰まった携帯だってことを知って、ちょっと本当に申し訳ないし。大丈夫、大丈夫。いいよ、いいよ、全然。いや、ごめん、本当に。気にしないで、本当に、本当に気にしないで。悲しい声。違う違う違う。本当に大丈夫だよ、本当に。なんか最初の A がさ、もう悲しそうすぎて、後の言葉が入ってもらうね。違う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 。本当に、本当に大丈夫、大丈夫。一応、補足で言うと、実際に潰したのは丸竹です。俺言わないって言ったじゃないですか。お、マジこすいな。今こんな流れになってさ、ちょっと心苦しい感じになってたのに一言も喋んないのマジやばくね。すごくね、逆に。これどうじゃ。見えないな。戦車の裏はいない。戦車の裏はいない。これランチャー持ってないから、もしかしたら他いるかも。オッケーオッケー。こっち来てくれる？俺の目の前。あ、そこのね、レイドしてんだね。あれあれあれ、湧いてる湧いてる湧いてる。オッケー、オッケー、オッケー。あー、なるほどね。戦車ベース作ってんだ。うん。ドアがないけど。ナイトビジョンゴーグルがね。あ、たたた。これちょっと壊そう。これ TC 壊そう、TC 壊そう。オッケー。すごいな。オッケー。あ、待って。TC 壊すのはレイドだと思うんですけど。あ、確かに。あ、確かに。あー、レイドになるのか。確かに、確かに。すいません。すいません。マジで申し訳ない。何も考えてなかった。そうか。確かに。そうか、レイド拠点もダメなんだ。確かに。よくよく考えたら、そうだ。普通に何も考えずに TC 壊したけど。あれ、ちょっとレイドの時間に壊さないとやばそうですね、あれ。そうだね。あそこ建てられちゃってると、多分、今後戦車枯れないかも、俺たち。あと最後1個っすね。ピストルの弾だな。まあ上金もらえるし。来てる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 。了解。エネミーエネミー。AK 落としました僕、多分。さっきの家のとこだな。ビドウ多分、ビドウさん多分。近いですね、拠点。家の何個かな。SW って海だよ。SE じゃない。海。SE か、SE。OK。斜めの魚ある。あそこマジで壊したいな。うざすぎるな。ヨムさん。こういう感じかな。はい。どうしたの？大丈夫ですか？大丈夫ですか？そこ。はい。TC 壊しないっしょ。お。あ、レイドじゃねえかって言われてんのか。トロちゃん絡まれないのに絡まれてんだ絶対。大丈夫か。うん。トロちゃん大丈夫？トロちゃん大丈夫？いや勝手にこのねえうちの近くに家ができたらまあまあまあ警戒しますよね。偉い偉い偉い。ちゃんと言うこと言うこと言ってる。偉いよ。やるねー。でもアタックヘリにちょっかいかけてましたよね。おい、トロちゃんそのままそれってあなたの感想ですよね。じゃあもう一回お願いしていいですか。お願いしていいですか。あー、ごめんこれ俺ね。オッケーオッケー。もう一回あげるってことですか。そうそうそう。うざすぎんな。痛い。拠点の上だったもん多分。拠点の上からやってんのこれ。いや違うわ違うわ違う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 。岩の上だもん。いた。岩上。あらこれこのストさはそういうのマジでねえからな。しかもこっちがマジでライン超えたことに関してはマジ許してくれるっていう神の話。そうね、そうね、映画に関しては許してくれる。うん、とりあえずあっこ潰しませんきょ。あそこちょっと やんないとちょっとまだあれ近すぎるよあれ、うん、あれこそっかじゃああれ、さらちにするとこから始めましょう、今日。切れちゃった？今日、タルコフ帰りだから、ちょっと。あ、なるほどね。なるほどね。そうか、ちょっと、先がね。出ちゃってるか、出ちゃってるか。あ、ごめん、ごめん、ごめん。出ちゃってる。そうか、そうか。石で来る必要ないから、もう今全部これ、金属片持って金属にしちゃった方がいいかも。石持ったねえかも、修理する。オッケー、オッケー。
オッケー、石壁覚えたわ。え、どの金属にしてるじゃん。石壁の置き方はでかいゲート4つ角に置いて、うん、石壁で囲う感じですね。そうだよね、そうだよね、ダメだね、そんな細かいとこないよね。そうですね、そうですね、そんなないと思う。でかいゲートよりもダブルドアの方が俺は個人的になんか戦いやすいなと思ってるんで、それでもいいかも。なるほど。このシーンしょうもない武器持って見てくるわ、ちょっと。ありがとうございます。はい、ここ。よし、オッケー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 。オッケー、オッケー、了解。覚えてないや。お、なるほどね。そうなるんだね。もしかして付け方ミスった？ちょっと待てよ。石壁はちなみにミスると取り返しつかないです。わかるよ、わかるよ、わかるよ。1個もオッケー。終わってんな、多分終わってる。おじゃ、うん、でもこっち側だよな、多分な。いや、人は出れるよね。よし、悪くない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 。なんか、よしよしよし。隙間すごくない？この家。あれ、あ、撃ってきた。どこ？悪くない。70、そっち側から見て、どっち方向か、ちょっと。え、だいぶ近くないと無理だよ、それ。確定してるけど、さすがにこっちではないと思う。いない。これ以上離れててスナイパーできないから。あ、いた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 。40にいました、40にいました。40、了解。 40、海海じゃないです。40、俺から見て40。あれだよね。あー、1個す、1個、こい、やば。え、取れねえじゃん。え、取れるわ。なにこれ。え、これ舐めてんのこれ。舐めて、いや、取ればいい。ドアワークの左右に石壁置いてったらよかったんじゃないですか、うん、両方ともの、その。だから、それを気づくのが遅かった。今回。確かに確かに。ありあり。怖いんだけど、この人怖いわ、マジで。ちょっと粘着がうまいね。なんてなんだ、粘着気味が。これ証拠読み、すごい。馬あるよ。馬どこある？マジ？あの、わら壊したら、あ、死んでるかもだけど、いたら持ってっていいよ、全然。だってね。死んだらごめん。ちょー、やばいって。やばいって、マジでこれ。ちょっとそこは扉がつかなかったんです。ちょっと無理だ。いや、マジでいけ。やばい、本当に。やばい、もうゴミみたいな見せるじゃん、俺って。俺も口数少なかったでしょ。マジで必死だった。マジで必死だった。どうすんだよ、これ。もう無理じゃん。終わったよ、俺たち。俺一番大事な部分ミスったじゃん、俺ら。ちょ、ごめん、マジで。お腹痛い。もうないっすね。オッケー、渡す渡す。ちょっと待ってね。スタさん、トライブってまだ空いてます？はい。ありがとうございます。トライブ？空いてる空いてる。今4人しかいない。全然空いてるよ。いつか世話になっても。いいよ。全然いいんだよ。もちろん。今からレイド時間だから、ちょうど人員欲しいよ。そうね、そうね。自分けじめつけます。けじめつけ、けじめ、オーケー、けじめつけようか。けじめ。あ、かなえくん、ちょっと一応家多分まだ発狂すると思うけど大丈夫？いや、いや、発狂しないでしょ。だって遅れたもん。え、だって遅れたもんね。自我とか持ちません。自我ね。ちなみにローレンの3倍下手だよ、石壁。まあ、マジで。で、ローレンはマジで石壁ゴミ下手だった。はい、ほんと。ゴミ下手の3倍。石壁むずいっすからね、あれは。ゴミじゃないと。まあまあまあ。ガイドがない。だってローレン自分が下手すぎて病んでたもん、石壁。受けんだ。それは受けんだ。あ、ん？待って、家なんかいる？誰か。いないよ、いないよ。VC してみたら、VC してみたら。VC して敵だった。待って、ヘリコプターつけてるわ。敵だ。え、マジ？ああ、上から乗ったのか。帰らないと、帰らないと、帰らないと、帰らないと。帰りましょう、帰りましょう。これ引き戻るからさ、後ろ見てくれる？あざーす！移動さんだった。上閉め忘れてて、普通に入ってきた。あぶね、あぶね。母ちゃんもできる、ヘリコプターもらえた。ラッキー。ナイス、キンキさん。帰るよ、一回。オッケー。ゲストの中に、煽り分が入ってる。
なんて言ってる？いただきます、ウィドウって。やべえ、マジで。C4 とロケランがあるよりもスクラップがあった方がいいってことですか、じゃあ。そうだね、あの現物で覚えないといけない。電気言わないです、電気言わないです、電気言わないです、電気言わないです。え、来た来た、なんか来たぞ。電気言わないです。はーい、はいはい、お話に来ました。じゃあ事の経緯を説明しますね。お願いします。なんか近くで結構アタックヘリコプター撃ってたじゃないですか。墜落してからちょっと見に行ったら撃たれたんですよ、うん、あーなるほど。で、結構なんかレイドされそうな雰囲気を感じ取ったんで、足音とか結構してたし、うん、いきなり、いきなり逃げられました。殺されたもあって、もしかしたらレイドされるかもしれないかなって言って、ウィドウさんにちょっと協力要請を出したんですよ、うん、なるほど。で、ヘリコプターで偵察しに来たら、なんか全部ガバガバでなんか空いてたんですよね、上がね。で、上が空いてたんでね、ちょっと物資をいただいたっていう感じだったんです。はい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 、今、はいはいはい、上が空いてて、全部もらっちゃいました。はい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 。で、まあ、僕たち今これから、まあ、チーム組もうっていう話になってるんですよ。ウィドウさんと僕と。あ、ちょっと待ってください。仲良くしてください。返してもいいなと思ってて。ほう。すべて。取った分、うん。全部返そうかなと思ってて。いや、ちょっと仲良くしましょう。仲良くしましょう。本当に。アリケンさんとナイルさんのチーム。まあ、多分今このサーバーで一ちゃん強いかもしれないみたいなぐらいの規模のチームがあって。うん。そこに結構殺されてるんで、そこを殺したいっていう話になったんですよね。ウィドウさんと僕で。でもそれだと人数が足りないんで、そこを殺すっていう、痛ーいそこを殺すっていう目標を一緒にしていただけるなら、ちょっと待って、出血死にます、誰か包帯ください、死にます。同盟を結んでいただけるなら、今回いただいた物資は全て返します。どうでしょうか、やっていいっすか。ちょっと、返すだけで済むと思ってんすか。じゃあ待ってください、待ってください。今結構立て直しきつくないですか。結構取りましたけど俺。立て直し全然できる。あ、できる。なんか、全然できます。あ、これ舐めてます。あ、全然。あ、全然。あ、そう、そうですか。あ、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。あー、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。じゃあ、一回持ち帰っていいですか、すいませんでした。まず、こっちで議論するんで、議論するための物資を欲しい。俺たちは。さっき取ったものを。返して欲しい。議論するための物資、そう、議論するんで。物資なかったら議論にすらなんないんで。わかりました、はい、じゃあまたなんか物資とか持って行ったら私に来るんで言ってください。こんな感じで、はい、一回取ってきますね、はい、またね。ちょっとアリケンさんとナイルさん的に、はい、夜道がお気を付けます。ありがとうございます、失礼します。すいません、歌えればっていいですか。俺あの人面白いから欲しいな、あの人おもろいな、俺でも好きなタイプだね、あの人俺。スタさんうまいなマジで交渉。てか悪いな、スタさん。何が告白にやな、スタさん。なんでなんでなんで、何がてかあのね、猫麦が鋭い。猫麦、猫麦がもうズバズバ言うから。猫麦がね、どう考えてます、ちなみに。いやでも最強スマジで一ついいですか。どうしたどうした。これで協力関係を結ぶと、うん、一生戦い起きなくなる可能性あります。なんでなんで。いや、そうなんだよな、それはそう、マジで。仲良しすると、どん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 戦闘を起こしにくくなるんです。じゃあ、うちも、僕らも手を結びましょうが、どんどん広がって。さあ、そういうことね。平和の輪が広がるんだよね。今回の第2回の趣旨とは違うって話ね、ちょっと。うん、来てますよ、あのーってなんか今。あ、お願いします。あら、あ、好きでた。はい、もう物資は持って帰ってきたんで。そういう気持ち、物資もらっていいですか。すいません、中身確認します。中身ご用改めにしてる。中身改めにしてる。やばい、痛いです、痛いです。あ、これの方が楽っすね、皆さんは。俺は痛いですけど。まあ一応僕らからのプレゼントというか、うん、気持ちとしてってものがあるんで。これ気持ち受け取ったらだいぶやりづらくない。いやいやいや、全然いい、全然いい。仲良くしていただけないでしょうか。ありがとうございます。2人だけだと心もっぽくて。会議の結果、うん、結論から言うと、はい、2人の拠点潰すってことになったんで、これいただきます。ありがとうございました。告白、告白、告白、
レイドウォーク。もううち告白チームじゃん。いや、でも俺たちこのサーバーならヒールを受けやろう。俺たちがヒールやろう。活性化させよう、活性化させよう。ロケラの頭とかは大量にもらってから殺した。極悪。まるでね。マジで告白いや、もうじゃあ、定期作詞しよう。なんか定期的に作ってもらって。続国にして、ただで。うん、これ、ヘリ誰ですか？お茶輸入してる。え、エリーは違うの？ケンキさんじゃない？ケンキさん？いや、俺じゃない。近い、今近い。ああ、じゃあ上来てるわ。上来てるわ。上来てる。真上じゃない。これ真上。これディープされるから開けないけど、真上っす。俺、セフゾまで来たから、ヘリコプター持ってる。オッケー、一人殺した。いやー、ごめん。俺、ロケラン殺された。トロの拠点にね、スタさんたちは置いてあるの、ベッドは。ただあれだよね、結局うわもう入ってる結構入ってる無差別にレイド何なんだよそれ。え、何？一人じゃないこれ。え、ウィドウさんはいないのね、そこに。いないおい、だいやばいだろ、気まぐれレイドじゃん。気まぐれレイドに潰されるぞ。ウィドウさんは裸でいるな。屋上行ける？屋上。オッケー待って、いる家の中いる。これ TC 危険源触られてて、もう潰されてる。もう家と入れねえわ。同じ家入れない。中にあるかもしれない物資取る、一応。まあ、トンチ4を使うほどじゃないじゃないですか、もう中は。まあ確かに。でもどっちでも。いや、取らなくていいでしょ。もうやり直そうぜ。わかった。ごめん。大丈夫だって。まだやり直せるって、俺たち。大丈夫だよ。いや、待って、だからやり直すんだけど。腹の虫は収まらない。ぐちゃぐちゃにしような。ごめん。ぐちゃぐちゃにしような。トロロさんにこんなこと言わせていいんか。ダメだろ。ちょっと一回クールダウンして、一から俺たちもう一回やり直さない、この5人で。いや、じゃあ本当に詳しいの、ごめん、じゃなくて。分かってるよ、トロちゃん、大丈夫だよ。ごめん。大丈夫だよ。ごめん。やばい。トロちゃん、もうこのもんやりはもうラストでしか晴らせないと思うよ。ラストでもやっとしちゃったから。結局今日は9時間くらいタラコフに浮気してたから。まあでもね、結果論よ、それは。僕もなんなら今日寝坊してきてるから。どこが間違ってたかじゃなくて、これからどうしたいかよ、今までじゃなくて。いや、謝ることないよ、誰も。俺としてはトロちゃんとさ、道端で会ってさ、二人で始めたからさ、トロちゃんが悲しそうにしてると俺も悲しいから、次は勝とう。次は頑張って勝とうね。勝とう。あの人たちも、もうトロちゃんの、式を上げようと頑張ってくれてるからさ。とりあえずトロちゃん、あのね、お家の武士に関してはだいぶ俺が明日から寝ずにやるからすぐ戻すよ。大丈夫。大丈夫。自分ちょっとバイトやめてきますね。うん。僕はとりあえずタロコフ一回行こうか。おい。あと、スタミさんの盾はクソ雑魚拠点よりもっと強いんだよ、俺は。ゴミ出てったら今日ね、負けたの、負けたの、今日負けたのなんで考える。あのね、拠点ゴミすぎた。ちょっと準備がね、まだね、準備がちょっとまだね。トロちゃん、本当にストロング。トロちゃん、俺もね、感じてるよ。初めて今回建築してね、ゴミみたいな拠点作ってしまいました。ごめんね。